これで前当たったんだよ、これで前当たったんだよ。もう先生に怒られました。その時に、ふってやつに力抜いちゃうね。せっかく腹筋とかやってんだから、ちゃんとこう、当たる瞬間に自分にこう、腹筋で押さえてもらうから。ぐっと力入れて。そういう風にやって、この衝撃を守るんですよ。合わせて。来る瞬間見てで、見てないでやると大変だけど、ふって一瞬になる。ふってこう、受け身やる時みたいな。固めろ早いんだよそう当たる瞬間に力入れていくだっこギュッて締める腹筋やるからもともと脂肪あるから脂肪のおかげで吸収してるのなやなやちょっとお話したよ海は多分めっちゃ吸収されてると思うあ、そう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 、はい、これ力を入れるってことでこれが肩であってもここよくやるこれやる肩パンそれの時だってこうやってここに筋肉が入るようにして当たる瞬間に力入れてみるそうそうそう肩でそうすると防御ができる何やるにしてもいいじゃん昔はだってそういうのに弱すぎんね昔は肩パン大会して友達同士で1回ずつ肩を叩きっこしてあのギブアップしたことがあって肩パンってこうじゃないパーンって言うやつもそういうのがあるんだよ勉強できない高校に行くとやだやだな覚えとけ、はい、先生の言った高校は三の段ができない高校だったみんなそうです肩パンで肩パンって何なの普通にこうやるのあの肩にここあるじゃん、まあ、力入れるそう、来る瞬間にグッて力を入れて痛ーい吸収する手が結構かな入れっぱなしだよ来る瞬間それバレるからでそうやってるとあのタイミングずらされるとずっと入れてたらずっと力入れてなきゃいけないお酒疲れちゃうからパンチが来る瞬間だけグッて全身力をグッてそうすると転んだ時も受け身と同じようにすればいいそれを立っててもできるんですもしくはでもビビったらすごいこれこれで前当たったんだよ